旧加田線木の川橋梁の加勢橋北島支線は、かつて、和歌山県和歌山市の北島駅から東松江駅までを結んでいた、南海電気鉄道の鉄道路線、1966年に廃止された。なお投稿では、北島東、松江間とともに当時加田線の一部であった、和歌山市駅から北島駅までの区間についても記す。もともとは、 こちらが、加田線の本線で、木の川駅経由の原路線は、松江線という貨物線として、重量貨物列車運転のために、戦時中に開業したものであった。しかし1950年には、旅客列車も木の川駅経由に運転系統が変更され、その直後の全台風襲来による、木の川橋梁の倒壊が原因で、和歌山市。 北島間は休止となり、1955年には廃止された。この時に松江線が加田線に編入された。猛町線となった残る北島東、松江間は北島市線と解消され、1966年に廃止された。なお、旧機の川橋梁は道路となり、二輪車と徒歩でのみ、通行可能な火星橋として現存しているが、 老朽化により橋の架け替えが決定。工事が2014年から始まることとなった。北島支線として分離後は、炭鉱電車が北島東、松江間を折り返し運転するだけとなり、交通公社の時刻表にも掲載されず、存在があまり知られていない路線となっていた。和歌山市駅、北島駅島橋駅東松江駅。ありがとうございます。